最近、クリミア半島で連続爆破が起きているよね。どうやらこれは新兵器テストだったということらしいぜ。クリミア大橋の大爆破がスタートの合図となるかもしれないね。さて今回は、クリミア半島での連続爆破について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年4月14日、ウクライナ国家安全保障国防会議書記のオレクシー・ダニロフ氏は、クリミア半島において頻発している爆発事件についてウクライナの軍需産業ウクロボロンプロムは新型兵器の開発や試験に従事しており、それらの兵器のテストは我々の領土で実施されるため、新型兵器のテストがクリミアで実施されているとしても何ら不思議ではなく否定できないという意味ありな発言をしたよ。また、クリミア半島に駐留しているロシア軍の部隊がウクライナ軍の反攻作戦を警戒して防御陣地を構築しようと、塹壕を掘っていることに関してロシア軍は私の発言を信じるべきで、彼らがどれほど塹壕を掘ったとしても我が軍の攻撃で絶対に助からないという殺戮の化身とも言える言葉を付け加えたよ。さらには、クリミア半島を奪還するため、国際法で禁じられていない数多の兵器の試験や使用を行う考えも示し、ウクライナ軍のクリミア半島を直接攻撃可能な長射程兵器の開発が実用段階となっていることをほのめかしており、クリミア半島にあるロシア軍の基地や施設、あるいはロシア本土からの補給路として重要なクリミア大橋を破壊することもできると脅しているね。現在、クリミア半島に駐留しているロシア軍の基地や施設で発生している爆発は、ウクライナ特殊部隊などによる工作活動やドローン攻撃、あるいは現地住民のパルチザン活動などの可能性を指摘する声もあるけど、それらの爆発の中にはロケット砲弾などによる攻撃としなければ説明のつかないものもあり、ウクライナ軍の秘密兵器である可能性が囁かれていたんだ。ウクライナ防衛産業協会のイワン・ビンニク会長が2022年5月にビルカイムが初めて戦闘で使用され、射程を 150km まで延長した改良型の開発作業を進行中である。次は使用前のテストは行わず、いきなり実戦で試すだろうと語っていたことと今回のダニロフ初期の発言を合わせると、ウクライナ軍が噂の長射程攻撃兵器を隠し持っていることを示唆していると言っても良いだろうね。これまでに確認されたウクライナ軍の長射程攻撃兵器の情報をまとめると、その可能性が高まる兵器が6つ存在するんだ。5つ目はビルカイムの改良型で射程 150km のロケット弾で、これはウクライナ軍も運用している旧ソ連製の多連装ロケット砲システム BM30 スメルチから発射することが可能で、GPS 以外の誘導方式を採用していることから GPS が妨害された状況下でも狙い撃ちできるものだね。2つ目はウクライナ軍が新薬を受ける以前から開発を進めていた短距離弾道ミサイルフリムニで、2023年3月23日にロシア国防省がロシア国内に飛来したが撃墜したと発表したことで、ウクライナが試験的に撃ったものだと示唆されているよ。1991年に旧ソ連が崩壊後、ウクライナ国内に配備されていた全ての核兵器を放棄した際に、核弾頭を搭載可能な大陸間弾道ミサイル ICBM も放棄したため、ウクライナ軍が保有している弾道ミサイルは射程 120km の OKR-21 トーチカユーだけとなっていたよな。時の経過とともにトーチカユーの老朽化が進んで、近代化改修のために必要な技術知識や部品などはロシアの軍需産業から提供してもらうこともできず、国家安全保障国防会議が2006年に開かれトーチカユーよりも優れたミサイルシステムの国内開発を進めることを決定したぜ。その後、2016年にはサウジアラビアから4000万ドル約54億円の研究開発費を提供されて共同開発をする流れとなり、2019年4月に2発のフリムニが完成したことが報じられており、その後はウクライナとサウジアラビアそれぞれが1発ずつを保有して試験することになっていたんだけど、2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵略が始まったことで開発情報が途絶えており、実戦配備までには至っていないのではないかと囁かれていたね。
このフリムには射程距離が 500km 以上と言われており、ウクライナ軍が奪還したヘルソン州の地域から発射してクリミア大橋を破壊することも可能なんだって。もしウクライナ軍が多数保有していて、それらによる飽和攻撃を実施したら、ロシア軍がクリミア半島の防空体制を固めていたとしても奴らの破壊活動を止めることはできないだろうね。ロシア国防省の発表通りに撃墜したミサイルが本当にフリムニであれば、実戦において死者したとも考えられ、後々、ビンニク会長の発言が裏付け証拠にもなるからね。そして、三つ目は黒海上でロシア海軍黒海艦隊の旗艦であった、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを昨年の4月に撃沈したとされている。ウクライナの独自開発によって誕生した射程 300km の地対艦巡航ミサイルネプチューンの対地攻撃型への改修が完成したということになるよ。射程 300km であれば、ヘルソン州の州都ヘルソン市周辺からでもクリミア半島が射程圏内に入り、ドニプロ川を溶かしてノバカホフカまで進出すればクリミア大橋も余裕で射程に入るため、実用化に成功していればロシア軍にとって脅威となるんだ。四つ目は、軍需産業ウクロボロンプロムが昨年10月17日に、最大 1000km の作動範囲と 75kg の弾頭重量を持つ無人航空機の開発がほぼ完了したと発表した UAV だね。この詳細は不明だが、現にウクライナは旧ソ連製のツポレフ141ストリーシというジェットエンジンによって、飛行する航続距離 1000km の偵察用ドローンを運用しており、今年の3月29日にクリミア半島中部のシンフェロポリ市付近にあるロシア軍航空基地付近でロシア軍が、ウクライナ軍のドローンを撃墜した際に爆発が起きたことにより、自爆攻撃型ドローンとして運用していることが分かったぜ。このストリーシと別のドローンを開発したのか、あるいは改良型を指しているのかは不明だが、ウクライナ軍が長距離を飛行して攻撃するドローンを保有していることは明らかだな。5つ目は、以前イギリスが極秘プログラムによって開発された、長距離飛行が可能な自爆型無人機をウクライナに送る可能性があると報じていたものだね。この極秘プログラムの詳細は明かされていないけど 3D プリンターを活用して製作された、垂直離着陸タイプの無人機やデルタ翼の自爆型無人機が含まれているとアメリカのメディアが伝えており、イギリス政府もウクライナに提供する長距離攻撃兵器を使用すれば、ロシア軍のインフラ攻撃能力を混乱させ、前線にかかる圧力を緩和するのに役立つと述べていたよ。最後の6番目は、アメリカが提供を約束した高機動ロケット砲システムハイマースから、発射可能な射程 150km の地上発射型小直径爆弾通称 GLSDB だね。これは弾頭に GBU-39SDB という航空機用の小直径 GPS 誘導滑空爆弾を使用し、ハイマースや M207 などのマース用の M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせたロケット弾なんだ。ただし、GLSDB は現時点でアメリカ軍でも配備されていないために在庫がなく、弾頭の GBU-39SDB の製造元のアメリカのボーイング社と、ロケットブースターとの接続を担当しているスウェーデンのサーブ社の連携が必要とされており、生産が追いついていない状況だぜ。ウクライナ軍がこれらの長射程兵器をすでに運用しているのかどうかは明らかとなっていないけど、大反攻作戦の成否の鍵になることは間違いなく、ロシア側は事前の活発な偵察や破壊活動が必要となるため、世界最強と謳われるスペツナズ特殊作戦軍の活躍が垣間見られるかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。